経済評論家、常念司が5分で解説シリーズということで、不発に終わった令和の米騒動についてですね、今日は解説したいんですね。まあ、陰謀系極右の皆さんとかね、左巻きの皆さんがね、だいぶ踊らされたみたいですよね。米不足ってね。で、まあ、なぜこの騒動がですね、まあ、一部で起こったのか、なぜですね、まあ、令和の米騒動、結局、不発に終わったんですけども、これ何なのかと、まあ、これにまつわるですね、まあ、いろんな、気をつけるべきデマについてですね、解説したいんですけれども、まずはですね、日本共産党とかね、日本共産党のね、あとまあ、立憲民主党ね、の、左巻きの議員とかですね、市民団体ね、まあ、新日本婦人の会というね、市民団体ですけれども、まあ、彼らがですね、まあ、その令和の米騒動としてですね、まあ、その、まあ、騒ぎ立てようとしたんですけれども、まあ、結局不発でした。で、不発だった理由はまあ簡単です。その理由はドーン !9 月から10月にかけて、新米が市場に出るからですということで、そりゃそうだよ。供給が増えるんだからさ、米騒動なんてもうね、終わるに決まってるんですけれども、まあ多分ね、学校のね、社会科とかでですね、この辺教わらない人がいたんですかね、日本共産党とかね、陰謀系極右の皆さんとかね、教わらなかったんですかね、米って9月ぐらいから取れるんですよ。新米の収穫って9月ぐらいから始まるんですよね。これから最盛期なんですけれども、これから最盛期迎える直前にですよ、8月の終わり頃なんですよ。備蓄米出せとか言って騒ぐってどんだけセンスねえかって普通に考えればわかるんですけどね。もうこれ教育の敗北と言ってもいいんじゃないかなと思うんですけども、あと数週間でだって新米ドーンって出るんだからさ、備蓄米なんか出す必要ないじゃん。まあ、正直ですね、これで騒ぐのっていうのはもう本当に賢くねえなと思うんですよね。で、さらにね、ここでまあ、この米騒動煽ってね、悪目立ちしてたのが新日本婦人の会という団体なんですが、まあ、これ設立もですね、運営もね、日本共産党という団体でね、これもともとね、1961年、日本共産党第8回大会が開かれてね、その時にね、共産党をまあ今もう追放されてね、過去にわたっていないことになってる野坂三蔵というね、ソ連のスパイですけれども、こいつがですね、婦人戦線の統一を強めるための組織問題を提起すべきことが熟しつつあるとかなんか言って作ったのがこの団体なんですよ。で、その後ね、まあ運営にもですね、まあ共産党のまあ関係者がまあ携わってですね、まあずっとやってると。いう、まあ、こういう団体です。まあ、赤旗にもですね、まあ、よくこの団体、登場しますよね。はい。反自衛隊だしね、慰安婦問題なんかも、日本が悪いとか言ってる、まあ、この団体なんですけども、ここが悪目立ちしていたと、いうことでございます。で、まあね、種苗法とかね、種子法の問題でね、まあ、農家の、邪魔をね、散々してきた人がですね、いきなり手のひら返して、米守れとかやってるのが本当ね、何言ってんでしょうね、こいつらね、ちゃんちゃらおかしいね、と、思うんですけれども、まあ続いてですね、まあ一時的にでもね、まあ米不足になったんですね、8月ね、確かにね、ね、7月から8月にかけて。で、これもね、ズバリね、義務教育の敗北です。奪い合えば足らない。ね、分かち合えば、余ると。ね、分け合えば余ると。人間だもの。間三つをみたいなね。まあそういう話なんですよ。で、日経新聞でもね、報じられてたんですけれども、マスコミとかですね、まあ左巻きの皆さんがですね、煽りに煽った結果ね、まあそれに釣られちゃった人がいまして、8月の米の販売量がですね、1.5 倍に増えちゃったんですね。これ日経でも報じられてるんですけどね。で、単純にですね、増えた 0.5 ですね、半月分とするとですね、全国で米がないない、騒がれてからですね、最初の出荷分ね、がね、まあ入るまで、その米不足の状態って2週間なわけですよね、基本的にね。はい。で、踊らされた人とかですね、メルカリとかで転売したい人たち以上にですね、まあ買い占めたことでですね、まあその、まあ発生したと。ね、まあそういう人たちがいたんで、まあ発生した、まあそういう、ことだったのかなと思います。で、奪えば足りぬの面もね、確かにありまして、今年のですね、米の収穫は買い取り価格がですね、大幅に上昇するのが報道されていたんですけど、チェーン店とかでね、大量に米を使う、まあ、業者がですね、まあ、価格が上昇して、ね、してからだと、その、もうちょっとね、高くなっちゃうから、まあ、早めに買っちゃおうと、いうことでですね、米切れのリスクをね、まあ、その、ちょっと懸念してですね、早めにこう、米を抑えに動いたんですね。それがまた、奪い合いを、まあ、助長したと。まあね、米のない牛丼屋とかですね、ね、米のないね、定食屋さんとか、ありえないでしょ？ね、天丼屋さんに、まあ米がないとありえないので、まあこれはもうちょっと仕方ないかなとね、業者さんも命がけでやってますからね。それからね、米価格の上昇というのもありまして、米価格のですね、まあ買取価格ね、これ農業系の団体とか決めてるんですけれども、まあ、これね、米農家が強く、まあ、もともと求めてきたものでね、米がないないと騒いでおきながらですね、まあ、価格が上昇した新米が流通し始めてから、今度は米が高いとか言い始めて批判してるんですけれども、日本の米を守れと言ってたわけですから。
ね、高くって何が悪いって問題なんですよね。で、8月の収穫を待たずにですね、破産してる米農家なんていうのもね、結構ありまして、これもね、過去最大のペースだということで、日経新聞にね、こんな記事ありますよ。米農家の倒産、廃業、24年、進まぬ、価格転嫁っていうね、まあ、こういう記事がね、日経新聞に出てます。で、最後にね、ちょっとね、まあ、気をつけるべきデマについてちょっと解説してます、おきますけど、米不足なのに海外に輸出を優先している補助金が、とかね、まあ、言うてる人がいるんですよ。はい。これまあ、EV 補助金に関するデマをですね、党を挙げてばらまいているね、面白団体の支持者を中心にね、まあ、こういったデマが、流通してるんですけれども、これ、はっきり言って誤差です。はい。日本の米の生産量というのはですね、大体800万トンぐらいあるんですけれども、輸出に回ってるのってね、2万5000トンなんですよね。はい。で、まあ、月に割ったらですね、本当5000トン、どころかですね、まあ、2000トンぐらいしか、まあ、ないわけですよね。しかもその輸出用の米ってまあ事前に計画されて作付けされてるんですけれども、まあそれがね、まあ過去最高のですね、24,469トンで過去最高ってまあニュースが出たんですけど、もともとその輸出用の米少ないし、ね、もともと輸出用の専用の米だし、だから何なのってことで、まあこれね、やっとね、その何年もかけてプロモーションしてさ、輸出用の米増えてきたのにさ、それがね、日本の米不足招いてるなんてミスリードしてですね、妨害するの、いかがなものかと。もう一度言いますけど、日本全体で流通してる米800万トンありますので、2万5000トンゴミですよ。はっきり言って相手にしてもしょうがないと、いうことでですね、まあ日本のね、米文化守るためにはね、この輸出っていうのも一つの手段でね、米の消費量ってどんどん落ちてますから。ね、その米農家を守るためにはですね、当然輸出も強化しなきゃいけない。農業はですね、高度なエンジニアリング産業で、日本のね、まあ、基幹産業にもなり得るわけですから、輸出何が問題なんだと。ね、まあ、騒いでた人たちはですね、責任取ってね、毎食米食う必要があるんじゃないかなと。ね、もうパンも麺も禁止と。ね、本当に日本を守るんだったらね、日本の米守れって言うんだったら、それぐらいやってからね、物を言えと、いうことで、ちょっとですね、長めの5分でしたが、この辺で解説終わりにしたいと思います。今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。ガオー！